はい、15時23分の相場解説になりますけども、これね、ちょっと15分足を見てみたんですけども、15分足をどういうふうに捉えるかなんですよね。まずは、ここのヒゲのところからですね、ぐーっと横に引いてゾーンを取ります。で、反対側にもこのゾーンっていうのが取れるわけなんですよね。そうするとですね、レジサポ転換が起きているところが、ここに当たるのかなと思いますよね。まあ、なぜならここで、跳ね返されてね、レジスタンスで下に行って、やっぱりここで跳ね返されてるんですよ。ただここを突き破ってからというものを、15分足、この上でしか推移しなくなってるんですよね。ここでやっぱり跳ね返って上行くでしょ。跳ね返って上行くと。ですんで、ここから下がったのが、また、上昇していくのかなというふうに15分では見えるんですよね。ということなんで、売りだと考えていたところが、そうではないようなね、15分足を見ると分析になります。ただしですよ、ここを突き破って下に行く場合は大きく下落もあり得るんで、15分足を見る限りですね、これは上昇するんではないかなというところですね。で、移動平均線で1時間足を見ると、ちょっと先端がね、折れ曲がって下の方に潜ってるんですよね。で、109円の075を見ていただくと、やっぱり1時間でもレジサポの転換が起きてるんですよね。ここがちょっといやらしいとこなんですよ。今朝はね、売りの方に行くだろうと考えたんですけども、買いの目も出てきたなと。しかもそれがちょっと強いなと思うんですよね。4時間の方では、窓を埋めた後、売りに転じたんですけども、もっとね、考えてた通り、108円の660の方に向かっての売りにはなってないなと思いますね。ということなんで、今日、売りでね、エントリーをしようかと思ってずっと見てたんですけども、売りでエントリーする以上、なるべく上昇してから、一番上の方でね、折り返すところを取っていきたかったんですけども、反転狙いしたかったんですけども、これは反転狙いすぎて、レジサポ転換をしてしまったかなというところですね。ということなんで、今週ね、今日が山かと思ったんですけども、これ、買いに転じた方がいいんではないかなというふうに考えながら、今日エントリーする予定だったんですけども、まあそのね、昨日、おとといの思い込みのまんま、その考えがあるから、この現象を見ても売りなんだって思いたいところあるんですけども、これはちょっと買いの目も出てきましたね。買いも考えながらもうちょっと様子を見ないといけないかなというところです。はい、では以上です。